え、これ40億やばくない？はい、スーパーラビットのピーター・バント。ピーター・ダンです。ダンさんが企画がなんか持ってきたって。そうなんですよ、これね、今年一番のビッグ企画ですよ、今回は。あ、そうなの？はい。で、それが、これ味噌。え、何でできてるか知ってます？豆、塩、あと米麹とか。ってことは、自分でも作れちゃう。でも味噌ってさ、でも安くね、200円とかさ。分かってないですね、マルさん。で、日本で一番高い味噌を作ってる味噌屋さんがあるらしいんですよ。噂には10万を超える味噌があるらしいんですよ。え、マジで？同じも材料で10万円。同じ材料で10万円になる作り方がある。そうそうそう、そう、味噌って言ったら日本発祥、世界一の味噌がそこにあると。なんか面白いかもしれない。そう、いつもでいきますか。いきましょう。レッツバーン。よー、約100年近くというかなり老舗の味噌屋さんに、中に潜入していきたいと思います。あー、めっちゃやばい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 。ここは日本で一番のもう味噌作りの専門のところですね。蔵と呼ばれる場所なんですけども、ここをですね、貸し切りました。この4代目を呼びたいと思います。4代目です。味噌で儲かると聞いたんで、ちょっと味噌の作り方教えてください。本当にお願いします。いや、ちょっとここあの食品の会社なんで、あの膝で使えないんで。あめちゃくちゃでかいよこれ。3メーター弱。でかいでかいでかい。あ、これだいたい80歳。80歳って日本で何してたの？戦争の前ぐらいです。戦後も生きている。すごいすごい。1コロめっちゃ置いてる。わー、さっきのと何が違うんですか？これはあの個人とか会社さんとか小規模で仕込んでる人なんです。これ個人のやつ？これちなみに私が自分自身で作った2年前に結婚したんですけど。あ、アピールですね。リアジアビールあの結婚式に参加してくださった皆さんと一緒に仕込んだ。あ、そういう感じ。結構さ、味噌を記念にね、使うみたいな。ちょっと見てください、すごい激しさって自由に自分のオリジナルの樽とかでオリジナルの味噌を作るってこともできちゃうっていう。できますね。いや、もしかしたら今から数年後にはバレンタインデーに味噌をね、渡すっていう日も来るかもしれないね。めっちゃ儲かるじゃないですか。この建物自体かなりなんか古い気がするけど、第二次世界大戦の時にゼロ戦とかと思って格納庫だったんですよ。え、天井高いじゃないですか。すごいな。この映像だけでも相当やばいけどな。なんですけど、めっちゃやばいの実はあるんですよ。え、やってきましたけど、これ楽しそう。ダメじゃないです。実はうちのちっちゃい方ゴミ箱ですか？開けるとこういうちょっと黒い液体が入ってる。え、何これ。これ12トンぐらいなんですけど、からこんなにしか取れない。しかも2年から2年ぐらいかかりますから。買うっていくらぐらい？1リッター1万円。ここの方にすごく古いのがあるらしいんです。触ると御利益があるっていうことで、みんな触って長生きできたらいいなっていうので触ってます。これが150年経ってないですよね。これまだ現役で。えぇ、50年って何時代？江戸時代。徳川の巻いた時代からずっと使われ続けてる。めっちゃ昔よ。歴史すごい感じるよね。味噌の作り方、そのためにここに来たんで。歴史とか、視聴者は多分興味ないと思う。いや、重要でしょ。初めの味噌、作りましょう。まあ、ピーターバンクッキングチャンネルです。味噌の材料、用意しました。まず最初に、それぞれを潰すっていうのをやってもらいます。入った方が早いね、これね。
え、楽しい、めっちゃ楽しいこれ。はい、入れました。はい、あとお水入れました。味噌作りって思った以上に簡単だからさ、もうハマるよねこれ。ほら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 、はい、完成しました。めっちゃこれでいくらですか。買う人が買うと5000円とか。はい、ほんでだけですよこれ。レーシンじゃないですか。よかったね、ダンさんもね、これね。なんか、うん、5000円じゃちょっとなんか人生大逆転してるもっと買いやすいですね。そういうのないですか、そういうの。今日本でもしかしたら一番高いかもしれない。おお、それそんな味噌があるんですか。おお、それが伝説の味噌。ちょっとだけ取ってきました。てか匂いやばくない？え、こんな距離なのにもうすでに匂いがすごいやばいんだけど。それ買うといくらぐらい？10万とか20万とか。ちょっと味見してもいいですか？硬さから違う。すごい。いやもう全然違う、いや全然違う、なんか若干のこの苦味深みがこちらワインとかと同じでちょっと苦味とかが出てくるんですよ。これはねやっぱね10万20万価値あるよ。いやもうこれ作ったらもうほんともう、いや困ってる困ってる、やばいやばい、もう一生遊んで暮らせる、やばい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 。10年かかりますよ。え、10年かかりますよ。えちょっと待って、これ自体って売ってた時代ですか。これをやるキットみたいなのがあります。あ、それって今あるんですか。10個くらいならあると思います。俺全部買いますよ、あれプレゼントしたいんで。俺が作ったのと全く同じやつのキットがね、リスナーの方にプレゼントしたいと思います。で、詳細はね、概要欄に Twitter の方で書いてますので、そちらの方を見てください。でこれで味噌でどのくらい売れるんですか。1000万ぐらいじゃないですかね。全部で何本、うちの全体だと100本弱ぐらい。400×1000 は、え、400本、え、もうお前も1000。え、これ40億、え、やばくない、これ欲しいっすよ。それ1個車1台分ぐらいとかじゃないですかね。車1台でももう作ってる人もいないですからね。僕だから買えないですね、実際は。え、なんかお腹減ってくるね、味噌の話してると。味噌汁飲みたくなるな。いや、そうですね、味噌汁。確かにこれはなんか味噌好き増えそうな気がする、とっても。